こんにちは。本日の院長教えてはですね、ドクダミ化粧水になります。ドクダミ化粧水は前回ドクダミの花を摘んで、こういう風に作りますよってところまではやっているんですけども、実際に配合していくところをやっていきたいと思います。で、前回ね、5月26日にこのようにドクダミチンキホワイトリカーでつけました。でもう1ヶ月以上ちょっと経ったので、そろそろブレンドしてですね、ドクダミ化粧水を作っていこうかなと思います。で、今回はこの空きがね、普段使ってるやつの空きが出たんで、これ500ミリリットルなんで、今回は500ミリリットルで作ります。で、50ミリリットルで作る方は10分の1の量にしてください。で、まずドクダミチンキを 100cc で、精製水、ちょっとね、これ私はもうミネラルウォーターでやってます。まあ、水道水でもいいとは思うんですけども、私はミネラルウォーターで、気になる方は精製水をお買い求めください。で、これが 350ml で、グリセリンが、これ近くの薬局で買いましたけど、ドラッグストアで買いましたけども、これでだいたい500入ってますが、グリセリンは 50ml で、これを使います。で、あと防腐剤代わりに、笹の葉の粉末にしたものが今手元にあるので、それもちょっと混ぜといて、防腐剤代わりに、天然の防腐剤の代わりをしようと思います。笹の葉というのは殺菌効果がすごい強いので、ちまきとかね、昔はおにぎりをそれ包んでたりとかね、それだけ殺菌効果が強いので、防腐剤の働きがあります。しかし防腐剤は入れたくないので、天然のもので入れようかなと思ってるんで、笹の葉を粉末にした、乾かして粉末にしたものをちょっとだけ入れます。で、皆さんはそれ入れなくてもいいと思います。たまたまちょっとうちに今あったんで、使うだけです。皆さんはなくて構いません。じゃあね、実際に、作っていきたいです。入れ物は何でも構わないですけど、まあ、100均とかではね、売ってると思うんで、500のやつ。ちょっとこれ、化粧水の空きが出たので、それに足していく形になります。じゃあまずね、液数が、100cc になります。で、見ていただくと、最初透明だったんですけど、結構色がね、染み出します。ちょっとこれ、開かないじゃないですかってぐらい硬いです。あ、なんかすんごくいい香り。やっぱりドクダミのあれってなんですかね、甘い香りがしますよね。これがちょっとすいません、なんか入れる注ぐやつがないので、これでちょっと測りながらいきたいと思いますね。で、これがまず 50ml 測れるので、50ml 取ります。色がね、やっぱりこれホワイトリカーっていうのはね、結構透明なんですけども、白いんですが、ホワイトって言ってるだけあってね。で、これ見てもらうと、結構この色が黄色で出てますよね。で、これが今40なので100入れますね。で、結構ね、このまま使えますよっていう人もいるんですけど、これアルコールなんで、アルコールを直接肌につければ水分飛びますからね。それは間違いになっちゃいますんで、必ず薄めてくださいよ。で、これが今50入れます。で、もう一回分、なんかこう、なんていうんですかね、かき氷とかでシロップ注ぐときに使うような銀色のやつあると思うんですけど、ああいうの持ってる方はそれでやった方がいいと思います。ちょっとね、ないんで、ちょっと木のスプーンでやっちゃってますけど、で、量を見てもらって分かる通り、これ500に対して作ってますから、まだまだたくさん取れます。これで 100cc 分ですね。もうちょっとかな。だいたい一応この目安は合わせてください。これで50。なので、ホワイトリカーは 100ml。
で、グリセリンは50。で、今日はね、ちょっとね、実際につけてみて、どんな感じかっていうのをお伝えしようと思います。グリセリン50なので、こんなもんかな。もうちょっとだけかな。とろみつけたい方はキサンタンガムっていうのを入れるんですけども、キサンタンガムは結構高いのでなかなか売ってるところもなくて、ドラッグストアで結構聞いたんですけどキサンタンガム置いてないんですよね。でネットで買うと結構高いので、まあ、とろみがどうしても欲しい方は買えばいいと思うんですけど、まあなくてもいいかななんていう方は入れないでもいいし、気になる方はだいたいキサンタンガムちょっとだけあって1500円か1800円ぐらいするような感じで売ってました。で、これに今回はミネラルウォーターを、これがちょうどね測ってきました、350なので、これを全部入れていきます。で、これがちょっとね、この量だけ、少しだけ足します。ちょっとこの形でね、進めていきます。はい。ではですね、全部混ぜ終わりました。で、先ほどですね、グリセリンを 50ml って言ったんですけど、これ 0.5ml になります。もう一回確認すると、ドクダミチン基が 100ml。で、精製水が 350ml。で、グリセリンが 0.5ml。ですね。で、今回ね、防腐剤の代わりに粉入れましたけど、結構この粉入れちゃうと、結構、肌にね、結構くっつきやすい。私男性なんで、それでもいいということで入れてますけども、皆さんは入れなくてもいいですね。で、この、ドクダミ化粧水はどういう風にいいのかっていうと、この、もう紫外線がすごく強いですよね。紫外線が強いともう真っ赤に焼けますよね。それって皮膚が炎症を起こしている状態です。だから、昔はなんかよくアロエ貼ってみたいなね、抗炎症作用がアロエ貼ってこうやって、昔アロエ貼ってこうやって寝てるおばちゃんとか、キュウリつけてこうやって寝てるおばちゃんとかね、よく言いましたけども、今回このドクダミ化粧水っていうのも、抗炎症作用が強いです。だから、日焼け後にやって炎症を抑えることによって、シミになりにくくなります。だから、シミになりにくくなるし、美肌効果、美白ですね。美白効果もあります。あと、肌の新陳代謝を更新してくれます。なので、シミが、本来肌っていうのは、ターンオーバーって言ってですね、28日で、上にってペロって皮が剥けるんですけど、シミになる時っていうのは肌の新陳代謝が悪くなってしまうので、本来は28日だったのが30日それから180日って段階でってそのまんまってなっちゃって、それでシミが消えないんですよ。子供の頃ってね、日焼けしても真っ黒なのに冬になったら真っ白になってますね。それっていうのは肌の新陳代謝で上にできるから。でシミが出るってことは、それは肌の中にそこの部分の新陳代謝が悪くなっちゃってるんです。そういったところにも、こういう、ね、ドクダミ化粧水をてってこつけるとですね、シミが、肌の新陳代謝が上がるので、シミが消えてったりもするので、おすすめです。あとね、これ、イボ取ったりするのにもいいです。で、イボ取る場合は、直接ドクダミチン基つけた方がいいです。イボがある場合はね。結構、効果あります。で、本当にでかい、大きいイボができちゃった場合は、毒ダミを葉っぱで炙って、それをそこにペッてつけとくっていうのを何回も繰り返してあげる。それで、絆創膏で止めとくみたいな感じ、大きい絆創膏買ってね、止めとくみたいにすると、もっと早くね、取れてくると思うので、これまあ、民間療法の一つなんですけどね。こんな風なこともありますから、ぜひ使ってみてください。あとね、肌がね、ニキビを起こしちゃう人、こういう人にも、
おすすめなのがこのドクダミ化粧水になります。じゃあ実際にちょっとね、どんな感じなのよと、院長教えてよというところで、ちょっと私ちょっと使ってみたいと思います。ある程度ね、これ軽く混ぜてですね、やりました。で、混ぜたとしても、まあ、これもしね、笹の葉を入れられる方はね、笹の葉干してから入れてもらっても構わないんですけど、今こう混ぜちゃったんでこうやって浮いてますけども、下に沈みますんで、肌にはつかなくはなると思います。で、そうすればね、これ、腐らないでその辺置いときますんで、そのままね、冷蔵庫入れとかなくてもいいのでね。じゃあちょっと試してみましょうか。どんな感じっていう感じで。あ、匂いがね、匂いがいいですね。なんだろう、やっぱりドクダミの、甘い香りがしますね。でね、皆さんこれ化粧水つけるときってね、こうやってピッピッピッってこすったりすると思うんですけども、化粧水つけるときっていうのはこう押さえるようにしてください。押さえるように。で、毛穴があるんですけど、これつけたまんまにしとくと、結局水分が飛んじゃうんで、意味がないから、この上に乳液をつけたり、オイルをつけたりして、蓋をしないといけません。で、化粧水つけたら、この毛穴があるんで、毛穴の中に閉じ込めるような感じ。表面つけるっていうより、だからこうやってね、できれば、軽くでいいからこうやってタッピングしてください。べっぺ触んないでください。肌っていうのは刺激に弱いので、シミとか、たるみの原因になってしまうんで、できれば軽くで構わないので、これタッピングして、ちょっと、こう、この水分の感じをこうやって弾き返ってくるぐらいまでは、こうやってやってあげて、まあ、肌のね、軽いマッサージみたいな感じ。だから、こすっちゃダメなんですかっていう、よくね、言われるんですけど、ダメです。だからね、どういうことかって、肌のマッサージとか、エステとか、なんかいろいろガリガリやるような韓国式のやつとかあるけど、コルギだったかな、なんか忘れてたけど、そんなのあったりすると思うんですけど、ああいうのやっちゃうと肌がたるんだり、シミができたりとか、その時はむくみがね、取れていいんですけども、何年後かにやっぱりダメになってきちゃうと思うんで、そういうのはやめて注意してください。だから肌はなるべくこすっちゃダメですよ。カッサなんかもね、韓国だとガリガリやりますけど、あれも NG です。後でシミとかたるみの原因になる。その時はいいんですけどね。で、今ね、こういう感じでつけたんですけど、やっぱりね、もっちりする感じはあるし、あとね、やっぱり匂いがいいですね。で、これ、一応アルコールが入っているので、ヨドチンキ、ごめんなさい、ホワイトリカー入ってますから、パッチテスト。皮膚の内側にちょっとつけて、数時間置いてですね、3時間とか6時間とかつけて、で、それからやってください。そうしないと肌が弱い人はアルコールに反応してしまって、顔が真っ赤っかになっちゃう場合もありますので、あくまでもね、これちょっと自己責任になってしまいますから、自分でちょっとチェックして、大丈夫だったらお顔につけるようにしてみてください。で、今回はね、この化粧水つけたまんまですけど、この後ね、乳液とか、なんていうんですか、オイルとかね、そういうのやってみてください。それがすごくね、いいです。私なんかは結構この後に、ワセリンとかをね、ちょっとつけたりとかしてますけども、肌は結構ね、気をつける。男性なんかでも、美容師なんかでいらっしゃる方いらっしゃいますけども、男性なんか肌全然気をつけてないから、ちょっと美容診やったりとか、ちょっとこう化粧水とかでケアしただけでも全然肌変わります。女性も同じようなことがあります。ケアがね、結構間違ってる方いらっしゃいますので、本当に保湿。保湿はすごく重要になりますから、この紫外線で当たってしまうと乾燥してしまいます。ね。だから保湿をこまめにやってください。で、こういうので、スプレーに入れてね、シュッてかけてもらっても構わないので、そのようにね、やっていただければと思います。今回はね、この化粧水を実際に使ってみたぞというところをご紹介しましたが、今後も皆さんのお困りにお答えしていこうと思います。
でね、これからはちょっとね、まあ、ドクダミ取ったりとか、この間やったんですけども、体にいい野草とか、食べ物とか食品とかね、そういったものなんかも、この、例えば人参はこういう風にいいんだよとかね、そういったことなんかも紹介できるようにしたいなぁなんて思ってますので、皆さんもこんな内容のことが知りたいよとか、こんなことやったら院長面白いんじゃないとか、いろいろ提案していただけたら、私もそれいいねって言ってね、やったりしますんで、ぜひね、コメントにお書きいただければと思います。で、ドクダミ化粧水使ったけどこうだよとか、こっちの方がいいよとか、ね、コメントで皆さんでぜひね、お話しして、コミュニケーションの場にしていただければなと思います。ぜひぜひ、ここの、うちのとこのコメント欄使ってもらって、会話してもらって構いませんので、皆さんで、いい情報を共有できたらなと思います。で、今後もね、このような動画をやっていきますので、いろんな動画やります。で、皆さんが体で困ってることあったらね、ぜひぜひコメントいただければと思います。でね、最後にね、皆さん、いいねっていうのはね、絶対押しておいてください。見てそのまま、はい、ありがとうございました。じゃなくて、絶対いいね、いいね、いいねでお願いします。ではね、次の動画でお会いするまでに、ぜひチャンネル登録してお待ちください。では、今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。